うん、なんかね、最初俺万代じゃなくて お宝屋、うん、そっちに行ったらさ、うん、一つだけあってさ、うんうんうん、で中見たらあ半分に減ってんだとかって思ってて、うん、でちょっと試しに回してみようって試しに回してみたらさ、うん、最初こいつが出たの、うん、あでかいね。だからいやこれ嫁さんもびっくりしてて、うん、最初さそのほら500円って回すって言ったらさ、うん、えっってやってさ、そうなんだ、そんなん高いのとかって、ね、最初猫回したらさ、うん、猫は300円じゃん、あそうだ、ね、300円ちょうだいって、うん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 、であっとかってこっちも回したいっつって、うん、もう300円っつったら500円ってえっってなって、うん500円玉あって100円玉5枚っつったらさまたえっってなって、はい、それそうだね、100円玉5枚とかって私小銭貯めてるんだよねとかってさ文句言われてさ、でこれ回したじゃん、うん、これ回してさ、うん、でこいつが出たのね、うん、であっとかと思ってさ、うん、こいつだと思って、で娘もさこれがかっこいいって言ってたの、あそうサバトじゃなくて、そうサバトじゃなくて、へえチビトだけ、これは、うん、チビト、チビトサバト着てんだよな、そうそうそう、うん、でチビトがかっこいいとかって言ってて、もうチビト当たったねとかって、ただ俺はさ、うん、ほらやっぱり大きいやつ欲しいじゃない、そうね、できればサバト欲しいじゃん、どう考えたって当たりだからねでサバト出るかなと思ってだやったらさこいつが出てきたわけだ、この色違いが、あもうその時点でもうあもういいわダメだとか言ってもうちょっと俺無理だわこれ1000円出してこれってちょっと無理だわとかと思って同じやつ出たとかと思ってもう一回出てもう一回やってもう一回で同じやつ出たらどうしようとかって思ってさ、はい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 、もう無理だとかって1000円で諦めて、めげるの早いな、早いもうえもう1000円も使っちゃったと思ってさだからお前すごいなと思って毎回さ1万円とか回してくんじゃん、そのメンタルがすげえな。え、もう1000円使ったのとかって思ってさ。なるほどね。嫁もさ、やっぱさ、うん、引いてんの、とかって。そう。もう1000円だよとかって。猫合わせて1300円だよみたいな感じになってんの。そう。まあ、やっぱ最初の心、あれじゃない？なんかこう、まあ予算がそもそも多分違うんだろうね。うん、やっぱ500円のもの回すってなると、まあラインナップによるけど、うん、これなんか全然めげる理由ないよ。そうだってこれほら、物が違うからね。あ、まあ、まあまあね、うんうんうん。まあ違うね、確かに。物が違うから、まあ、そうだな、まあでも。そうなんだ。そうだな、500円だろ。これは6種類だろ、うん、まあ、まあまあまあの方だよ、これは。まあまあ、そうなんだ。まず、上昇よ、上昇こんなの。すげえな。上昇よ、これは。お前らのその、メンタルの強さの化け物だな。でも、俺だね、思ったより全然でかいね、俺これ半分くらいだと思ってて、そうでかい、嫁がさ、うん、え、こんなんでかい大きいのとかっつってさ、うん、作り上がって、うちに帰ってきて作ったんだよ、うんうん、へえ、ちょっと手に取ってよろしいか、どうぞ、もちろんだよ、あるいな、もちろんだよ、別に、なんか足だけほら、うん、あれなんだよ、あの動くようになってんだよ、あ、本当だ、ボールジョイントがあるんだね、そう、ボールジョイントなんだよ、足だけ、へボールジョイントそんな激しい動きするわけじゃねえんだけどな、そうだね、へえ、俺さあプトゥーンはもっと多分ちっちゃいんだろ、ちっちゃいんだと思う、でチビとこれのその言うてまあ半分から3分の2ぐらいで、うん、でサバとかあれで18センチぐらいだったね、そう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 、フィグマとか SH ぐらいでさ、うん、もうもちろん彩色とかその材質はともかくとして、うん、あとへえチビともでかいんだね、そうプトゥーンはあの2パーツなんだよ、うん、そうだよね、あの顔のとこグワー開くんだよ、確かに、そうそう、あ、そうなんだ、そう、口がね、バカって開くんだよ、ね、あ、そうなんだ、そう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 、そっちもちょっと当たるといいなと思ったんだけどさ、うんうんうん、でもそっちでもいいなと思って、おへぇ、飾っておくのにね、そうだよね、ほんとこのシリーズってさ、あの原型師がさ、有能でさ、うん、あれ確かこれって多分あのロマン幻聴とか輪郭とかも多分作ってる、うん、同じ人作ってたと思うんだけど、そうそう、なんかこう、異様っていうかさ、うん、うん、なんか、なんていうのか、骨とかさ、うん、こういうちょっとなんつうの、まがまがしい感じのものを作るのすごくうまくてね、うん、大きさとかさ、うん、なんかちょっと重さとかがさ、うん、いい感じでさ、そうだね、まあ、だから思ったより大きいねって嫁と一緒にさ言ってたんだけど、そうだね、全然思ったよりでかいね、うん、そうで、これでやっぱサバとか出たらよかったよなとかって、うん、そうだね、まあ、ね、まあサバと当たりだからなかなかそんなにね都合よく出てこないんだと思って、ああまあね、アソートはでも多分同じじゃねえかな、あそうなんだ、うん、ボックス版も
このソータの種類ってあるんだ。ボックス版、そうそうそう、輪郭とか、うん、ロマン幻聴もそうだと思う、うん、あ、そう、あれって大体ロマン幻聴とか3種類だったじゃない、うん、あれ1ボックス6個入ってて、うん、各2種類ずつだとかだから、うん、多分、ね、全部均一はそうなんだ一応。へえ、でもね、なんか、うん、てかさ、おしゃれだよねこの種類がさ。そうなんだよ、いくつあってもさ、並べてもさ、かっこいいというか雰囲気出るしね。そう、うん、だからさ、プトゥンが出てもよかったなって。そうだよ、ね、並べておくのに、うんうんうん、うん、なんだけど同じ種類、まあ、色違いとはいえ同じ種類のやつが出ちゃったから、うん、ちょっともう次も同じでどうしようと思ってしかももう1000円使っちゃったとかって。あ、そうだね、うん、自分の金としては持ってないんだ、お小遣いとか。お小遣いっていうか、まあ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 、あることはあるんだけど、うん、あることはあるんだけど、うん、たまたま小銭がなかったの。あ、なるほどね。嫁さんが小銭ほら集めてるから、うん、うん、そっかそっか。そう、ほらやっぱ主婦は小銭使うからさ、うん、そうだね、コインランドリー行ったりだとかする時もあるから、洗濯物買うから。いやでもさ、俺最初さ送ってきてもらってさ、うん、紡ぎ箱じゃんみたいな前話してたから、うん、こんな兄貴回しゃいいのになとかって思ってたらさ、うん、回してたからさ、うん、お、ちょっと今回ちょっとガッツあんじゃんってちょっと俺思っちゃったよ、ね、うん、そう、普段回さないんだけど、うん、ロマン幻聴だとか、うん、輪郭とか回さないんだけど、うん、ただ紡ぎ箱ちょっとやっぱ見た目が可愛らしいじゃないですか。ああ、なるほどね。うん。はいはいはい、特に、まあ、サバトよりも俺、プトゥンとかチビトが可愛いなと思ってて。ああ、確かにそうだよね。娘もチビトがやっぱりいいって言ってて、俺もそうなんだよなーとか。そう、じゃあ、ちゃんと刺さってんだね、一人ね。そうそう。ほら、サバトはそれでフィギュアスと同じぐらいの大きさだっていう、ね、開けてみて言うからさ、うん、ちょっとそれもワンチャン手に取って触ってみたいなーなんて思ってさ。うんうんうん、そうだよね。でがっかりして帰ってきたけどさ、そしたらうちに帰ってきたら結構でかいし重いしさ、うんうんうん、そうね、悪くないねみたいな。そうね。で今度はドン・キホーテに行ったら、ドン・キホーテでは2つあったんだよね。ああ、筐体2つあった。そう、うん、でも1個はもう空に近くなってて、うん、もう1個はやっぱ半分に減っててとか、だから回してきているんだな。そっか、俺ちょっと来週の月曜か、うん、出かける予定だから、うん、残ってるといいけどね。ああそうだね、うん、残ってんじゃない。残ってっかね、いい感じに残ってるといいけど。それこそなんかこう、うん、なんつうの、でっかいショッピングモールとかのガチャ屋みたいなとこだったら入ってるんだよ、うん、そうね、うん、そうね、多分この調子はどこでも入ってると思うね。入ってるといいんだけど、またあの